先生、はい、今日の耳のメッセージは、この耳メッセージはベトナム人のパーちゃんです。おお、ね、パーちゃんももう何ヶ月なのかな、 5月、5、6、7、8、9、10、あ、半年、半年ですね。なぜハーちゃんが私たちの教会に半年間いるかというと、知ってますか？コロナでベトナムに帰れず、はい、帰れず4月末にアパートを引き払って岡山空港に行くっていう、そのタイミングでフライトがキャンセルになって、もう行き場所なくなったんですね。あ、はい、でも今教会の、ハナリアというかオリーブっていうね、うん、ところに住んでて、うん、めっちゃみんなから愛されて、うん、なくてはならないキャラですね。はい、はい、そんなハーちゃんが今日は皆さんに伝えたいことがあるということで、お、特別に、はい、動画を撮りました。はい、ではどうぞ。こんにちは、今日リエさんと一緒に、ミニメッセージに伝えたいと思います。先週の金曜日の夕べ の時、詩編の150編の6節、好きな御言葉あります。ちょっと読んでいきます。息のあるものはみんな主を褒めたたえよう、ハレルヤという言葉です。この言葉のどこが良かったですか？良かったというのは、息というところです。ちょっと気に入りました、うんうん、なぜ気になるというのは、普通皆さん考えるのは息というのは生きるものを普通考えますね。あ、それは、この世界に生きている動物や人や全てのものですか？はい、そういう意味も普通皆さん考えますね、うんうん、私もちょっと違うの意味も考えていきました、はい、息というもう一つの意味が信仰、心の息です、うん、心の息というのは信仰と思います、はい、あ、神様を信じたその信仰が心の息、ね、はい、その信仰がないと、うん、肉体が生きますけど、うん、精霊が生きてきないので、その人も本当に生きているのか違うかなと思います。あ、体は生きていたとしても心が死んでしまっているっていうことですか？はい、そうと思います、うんうん、それから私がこの息がこ この神様の伝えたの信仰をちゃんと持っている人たちは、うん、喜ぶの時、幸せの時、うん、神様感謝して褒めたたえることが、できますが、うんうん、でも苦しいの時、うん、困ったの時、どんな風にどんな態度で、生きることはちょっと、ちょっと気にがありました、うんうん、私も神様の出会って神様に、神様から信仰をもらいましたなんですけど、うん、しかし神様知らない人たちみたいに苦しいの時でも泣きとか、うん、心配とかになってしまうです、うん、そうね、クリスチャンでも辛いこととか困ったことがあったら、うん、どうしたらいいんだろうとか悩んでしまうけど、私もそうだけど、はーちゃんもそういう時があったっていうことね、はい、うん、なので神様が誰が私の信仰を得られたの時へ必ず、他の、信仰を持てない人と違うに生活に行かないといけないと思います、うん、なので、苦しいの時、うん、心配の時でも神様を褒めることもできるかなと考えます、うん、それから、うん、今日のこの御言葉も見つかりました。どんな御言葉でしょうか？はい、読んでいきます、はい、恐れるな、私はあなたと共にいる、たじろぐな、私があなたの神だから、うん、私はあなたを強め、あなたを助け、うん、私の右の手であなたを守る、うん、イザヤ
41章10節書いています。はい、これはどういう意味でしょうか。この意味、この御言葉の意味が、はい、いつでも神様に信じなさい、うん、心配のこと恐れることもあっても神様にいますよ、うん、だから恐れるしないでください、うん、そして私が苦しいの時、心配の時、一番弱いの時です。しかし、うんうんうん、弱い目が、分かってて神様に尋ねて必ず私を強めになります、私を助けると思います。うん、そっか。じゃあはーちゃんはこういう大変なこととか辛いことがあって、自分が弱いな、どうしたらいいかなって思った時に、この御言葉を読んで、そういう弱い自分でも神様が支えてくれるって、恥じるな、はい、恐れるなって言ってくださっているところにすごく感動して勇気づけられて、さっきも言ってくれたみたいに、クリスチャンはそういう自分が弱い中でも神様を褒めたたえることができるんだって分かって嬉しかったってことかな。はい、本当はよくこの御言葉も何回か読んでたことありますけど、しかし実現できるかすごく少なくて、うん、さらに頑張って我慢、頑張って信じて、でも本当はそれは何回も失敗しまいました、うん、苦しいこと、心配のこと、沈んでしまうことありました、うんうんうん、なので息というのは心の息というのは信仰です、うん、私たちが信仰足りなくて心配のこと、うん、苦しいのことになってしまうことなので、これからこの御言葉に書いてあるので、うん、約束ちゃんと神様の約束がありますので、うんうん、信仰をちゃんと持って神様に信じたい、生きたい、生きていきたいと思います。なんかこうクリスチャンだけど困難があるとどうしてもダメだなって不安になっちゃうけど、今回いただいた御言葉によってきっと神様がこの約束通り、うん、自分を支えてくれるって思って、さらに信仰が強められて、この言葉に立ってこれから歩んでいきたいって思わされたのかな。はい、そうです。はい、じゃあ最後にもう一度この御言葉を。はい、恐れるな、私はあなたと共にいる、たじろぐな、私があなたの神だから、私はあなたを強め、あなたを助け、私の義の右の手であなたを守る。イザヤ41章10節です、はい、ありがとうございます。はい、感謝です。教えてくれてありがとうございました。リエさん、今日はありがとうございました。は